金山駅は、かつて、岐阜県蟹郡金山町にあった、名古屋鉄道八大津線の駅である。同線の廃線に伴い、2001年10月1日に廃駅となった。昔は交換設備や側線があり、比較的構内は広くなっていたが、廃止時点では使用停止となり、駅舎の反対側のみ、使用の島式一面一線の無人駅になっていた。なお、 無人化されても駅舎は残っていた。廃止時点では窓口はベニヤ板で固く覆われていた。廃止後に駅舎は解体され、線路なども撤去され、みんなの駅広場として整備されている。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、くず、名古屋鉄道路戦略図日本発総連、地方鉄道及び軌道一覧。昭和18年4月1日現在、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、340ページ。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年877ページ。ありがとうございます。